ます。おはよう。おはようございます。おはようございます。ナミさん、おす、おす。そう、昨日お昼夜ありがとうございました。そうなんですよ、夜のもう終わる直前のギリギリでレイオちゃんからお知らせみたいながあって、9月頃なんですけど卒業発表するあ、しました。そうです、卒業するっていう発表がありました。びっくりですね、めっちゃ本当にびっくりしすぎて驚きでしたね。本当にびっくりです。悲しいです。でも悲しいけど1年間半ぐらい一緒に活動できてよかったです。本当、まあ9月なのであと2ヶ月ぐらい、2ヶ月ちょっとあると思うので、あ、2ヶ月ないんか、1ヶ月半ぐらいあると思うので、まあ休憩でいろんな思い出が作れたらいいなと思います。そう、レオちゃんとアミ遊びに行ったことあるんですよ、実は1回だけやけどあるんですよ。だからまた遊びに行きたいですね。昨日ありがとうございました。ありがとう、昼夜ね、ありがとうございました。そう、休憩生で初めての卒業なんですよ。すごい、1年間半でもみんなで休憩生で活動できてよかったです。なみちゃんびっくりした、びっくりした、めっちゃびっくりしたよ本当に。ってなってたまみは固まってました、びっくりしすぎて。そうですね、そうなので、まあ思い出をいっぱい作っていきたいと思います。まあでもライブも出てくれるみたいやし、あの29枚目シングルのイベントは全部やる術だから、まあそこでお話とかできたらいいですね。初めて卒業発表やから悲しい、悲しい、めっちゃ。そう、でもまあね、やめてもレオちゃんが頑張ることを応援しましょうね、皆さんも。涙はまだまだ NB にいてねって、わかりました、頑張ります。そうですね、悲しいけど一緒に思い出作りましょうね。あとね、ちょっと話が変わるんですけど、そうですね、大学も忙しそうやったしな、休憩生減るの嫌だね、本当に悲しい。なんか休憩は17人で休憩なのでね、そうですね、なので思い出作りましょう。ふっ、ナミさんとあやみは休憩生で一番最後に卒業してねって。そうやな、あやみちゃんはな24歳までおるらしいから、そこまでおるか分からへん。すごいよな、ナミはね何歳かは分かんないです、全然。はい、おはよう、おはよう。おはようございます。明日のナンバラ行く、初のナンバラ出演は期待マックス、頑張るわ、頑張ります。おはようございます、おはよう。ナンバラ行っていよいよの緊張るが、めっちゃ緊張るです。はい、でもまあ今回はまあ初めから間違えたらどうしようとかもまあそれ思うけど、まあそれよりも楽しんでこようと思います。せっかくゆうみさんとも一緒に出るし、休憩もいっぱいいるのでね、頑張ります。そうですね、
のび太が卒業するまでオタクできたらいいなんて、あ、お願いします。お願いします。のび太の卒業のことを考えただけで泣きそうになるよって、まだやから、全然まだまだなので、そんな心配しないでください。植物は育ってますか？ちゃんと昨日もお水あげてきたので、あの日記を書いてあげますね。なあ、あ、明日の声も盛り上がろうね。ストーリー覚えます。わら、頑張って。お願いします。今日も難波に行くのでしょ、ボナで行きますね。よろしくお願いします。あと見てください、ようやくおパンチの、見えますかね、パジャマ見て、見えますか。あのね、足がね、ちょっと、しかもめっちゃね、ズボンが可愛い、見えへんよな多分。見える、見えんですね、やめよう、諦めますね。ちょっと見えないわ、ズボンが可愛いのに。おパンチのちょっと今網はね、手元にあるのが、あのこの、あー、これ見えへんやんか、もう見えんわ、見えんわ。なんでしょう、分からんけど、まあおパンチの、おパンチ、おパン、おパン、おパンチの、あ、パンチやな、パンチの部分が、うん、なん、難しいわ、やめよう、ちょっと言葉で説明するのはむずい。あとちょっと待ってて、一瞬だけ待っててくださいね。ただいまんもすですね。あのちょっと見えるかな、ちょっと待って。うん、美味しい。今日は、今日は酸っぱくない。これダダーン、これはおばんちのヘアバンドなんですよ。一緒に頼んじゃった。でもヘアバンドとかまだつけへんしな、こんなの、あのな、太いヘアバンドとかつけ方わかんないんですよね。ちょっと待って、つき方わかりますか皆さん。だってさ、なんかさ、変ですよね絶対。なんかさ、網つけたらさ、普通に放送事故になっちゃうんですよね。どうやってつけるんですかこういうのって。普通に一回かぶるやろ、まずは。だけどそこからがね、前髪を上げることになっちゃうんですよ。せっかく前髪こんなにね、まあ、抜きれくはないけど、頑張って朝からやってたんですよ。待って、わからないですよね。ちょっと待って、どうやってつけるんですか。え、普通にやばくない、これは。どういうさ、あれなんですか、どういう設定、どうやってつけるのが正解。あれかな、前髪上げたらいい感じになるんですか。どうやって、前髪上げずにつける、え、どうやってやるんですか、どうやって。どうやってつければいい、普通にやばくない。え、これ、これですか。これはちょっとでも変じゃないですか、普通にいけてる。え、なんか違うよな、つけ方違う、これは。あれ、どうやってつけんのか正解。それでナンバー歩いてくれたら見つける自信あります。そうやな、見つけるな。やっぱ前髪上げるのが正解。え、どうやってやんの、前髪を上げる、前髪を上げて、ということを、耳を立てる。え、立てへんのよ、でも耳立たへんねん、耳がね。立たへんねん、無理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 、これは無理やな。ちょっとどういう感じか調べるわまた。はい、だって、え、でもこれはちょっと違いますね、今はね。
でもこれでこういうことにしときましょう。なんかでも普通に変よな。なんか帽子なんやろ、なんて言うんこういうのって。なんか違いますね、やめとこ。ちょっと外します。なんかよく分かんなかったです。はい、まあでもこういうのを買ったんだよっていうね。それで見せたいんですよ。どうやったら見える？ここが来た。あ、ちょっとごめんなさい。これ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 見えてますか？ここここがいいんですよ。そうです、ここがいい感じです。はい、ここがねとてもかわちいですね。またTikTok とか撮ったらね、と見えると思うので、またゆっくり見てください。ちょっと見えにくいわ。アミもアミへのあれもやばいね、足が折れそうやな。でもなんかこれはこれで気に入りましたね、付け方。あんまりでもさ、これさ普通にさ今の流れを見てさ開いた人はさ別にあれかもやけど、急に開いた人は何してんのと思うよな普通に。やばいなこれは。ちょっとどうやってつけるのが正解ですか？耳がね立たないんですよ。でもあ無理ですね。ちょっと分かんないんですけど、てかね丸顔がね強調されるですわこれ。ダメですね。ちょっと今見る人は赤ちゃんのゴスベリしてると思う。確かに違いますね。おばんちゃんのヘアバンドをつけたらこうなっちゃいました。でもこれちょっとね耳がね押さえつけられてるのでね何してんのだってそうなりますよねきっと。おばんちのヘアバンドをつけたんですけど、ちょっとつけ方がうまくはいかないって感じなんですよ。耳を出したらね、でもね耳を出したらなんかこれはこれで違うんですよ。まだ耳隠れてる方がなんかそれっぽく見える。はい、かわいいからオールオッケーやって帰りました。オッケー、結構気に入ってるみたい。そう、まあこれこっちの方が耳出すよりはマシですね。やばない普通に。いけてますが、似合ってるとかあるんですかねこれって。ありがとう。でも分かんないですね。まあこんな感じですね。そうがやっと届きました。2ヶ月間ぐらい。でもちいかわのパジャマの時もあのね2ヶ月3ヶ月ぐらい待ったので、まあそんなもんですね。忘れた頃に来る感じです。腹巻きじゃないですこれは。ちゃんとちゃんとねヘアバンドですよ。パンダちゃんの名前決まりましたか？まだ決まらへんねん。でタンタンとそのリボンちゃんまでは死亡だって言ったやん。そうです、だからどうしようと思って。そう、どう思いますか皆さん。今投票取っちゃいますか？それかどっちも混ぜてリボンタン。でもさ言いにくいよなリボンタンとか。なので迷ってますね。はい、どうしようかな。投票取っていいんですかこういうのってかな。マジほんとやばいよねこれ。いけたろかな。じゃあちょっとやめましょう。あ、やめましょうじゃないわ、いいですか、投票を取りたいと思いますね。いいですか皆さん。いけてるだって。わかった、じゃあ投票。まずはじゃあ1番、あ書いた方がいいですかこういうのこそ。待ってください。ここでおばんちゅさんが大活躍するんですよね。ちょっと待って。
まず一番が、あ、これつむじ帽子になるんじゃん、もしかして、もしかしてだけど、はい、じゃーん、こんなんですね。1番がタンタンで、2番がリボンちゃんで、3番がリボンタンでいくな。じゃあいきますよ、投票開始。はい、どうですか、どうなんですかね、やっぱタンタンが可愛い、タンタンかな。あ、でも雨が見る感じは1番か3番が多い気がするちょっと待って、パンダ持ってくるわ、ちょっとその間にすいません、やっててください。パンちゃんたち、パンちゃんズを持ってきました。はい、この子がパンちゃんで、この子の名前をこれで迷ってます。え、いいんかな、そろそろもういい感じですか。この子もいるけど、どうしよう、そろそろですか、もう1分ぐらい経ってるよねきっと。じゃあ行きます、止めますね、投票終了。お、タンタンに決定ですね、これは。でもね、1番と3番がほんと誤差です。ちょっとこれ取りますね、ほんと、よし、一旦取りましょう。あーってなります、あの頭解放ですね。ね、1番が 43.1% で、2番が 42.2% で、あ、じゃあ3番が 42.2 で、2番が 14.7 やから、これが1位で2位で3位ですね。じゃあタンタンに決まりたいと思います。はい、タンタンです、よろしくお願いします。この子がパンちゃんです、この子がタンタンです。かわいい、つむじも解放、そうですね、決戦投票マジしちゃう、ちゃいますか。もうだって誤差やもんな、 1% も変わんないんですよね、 0.9% です。どうする、まあいっか、タンタンで、じゃあタンタンでよろしくお願いしますね。やっほー、飽きたん希望やって、どうしちゃう、飽きたんにするかそうです、兄弟です。あの亜美の中では一応パンちゃんは別に性別は決まってないけど、そんな性別はないけど二人とも、まあだけど性別を決めるのであれば、パンちゃんが男の子でタンタンが女の子にしたいと思います。まあリボンが付いてるのでね、はい、かわいい、ほんまにめっちゃかわいいですね、この子たち。は、え、ほんまに動いてくれへんかな。でもそのこれが逆に動かれたら困るけど、でも動いてほしい気持ちもありますね。はい、かわいいですね、ほんまマジでかわいい。でね、ほんとにすごいんです、皆さん、このパンダってさ、普通黒と白で思いつぶやん、思いつかぶやん、だけどこの子たちは何、グレーほどはいかないけど黒じゃないパンダなんですね。あの亜美ほんとそういう色大好きなんですよ。なんかはっきりしてる色よりもなんかちょっとパステルみたいなカラーが好きなんで、だからあの図工とかでなんか色塗りとかあったらね、あのほとんど全部バステルカラーになるんですよ。だから毎回同じような作品ができちゃう、はい、こんな感じ、かわいい、ほんまに、え、かわいいね。そう、3匹おる。だけどこの子はあのね、まだちょっとね
寝転ぶ系パンダなんですけどあのまだお名前は募集してないのでまた今度考えようと思います。はい、ポケモンみたい、まあ可愛いですね。はい、じゃあありがとうございます。ということでこの子がパンちゃんでこの子がタンタンに決まりました。よろしくね。でもさすがって感じでふわふわ感はやっぱ違いますね。見てください、このでもね、あのパンちゃんも本当に大事にしたんですよ、もうふわふわが途切れないように。だからまあまあいい感じだと思います。そんなに1年くれたって全然ヨボヨボになってないんですよね。はい、それではね、昨日のてっちゃんの、昨日1位だったてっちゃんの絵を描きたいと思います。本当に可愛い。でもあのタンタンばっかり可愛がったらパンちゃんが怒るのでね、一緒のぐらいに可愛がりましょう。でも可愛い、本当に可愛い、赤ちゃんみたいですよね。パンダって子パンダが一番可愛いですね。可愛い。みたいに10年いたら10匹になるよねそうやな、もしこのパンダ同じシリーズのパンダが来てたら10年間おったら10匹ぐらい来るかもですね。可愛い、ほんと可愛い。え、ふわふわなんですよ。でもこの子たちもおるけど、そうやってこの子も今年の生誕祭でもらったし、あとね、なんだっけ、ちょっと待って、あ、バチバチの初出演と、あの神戸オータムフェスティバルのショールームかな、お疲れ様ですってパンダももらったので、今在住パンダは4匹ですね。そう、4匹かな。だけど公演出演の50回の時も50回目の時にね、お花じゃなくて、なんかお花もなんですけど、なんやろ、あ、みちゃんとね、ちょっと待って、え、見せていいですか。なんかめっちゃ可愛いのもらったんですよ。これです。ここにもパンダがいる。かわちいですね、ほんとありがとうございます。ほら風船が上がっちゃったりして、かわいいからね、ありがとうございます。ちゃんと残してます。アビはあのね、あの本当のお花はやっぱり枯れちゃうのでね、その最大限まで生かせるようにって変なんですけど、まあそう、最大限までお水毎日あげたりしてるけど、まあ枯れちゃうやん、それでも。なのでまあ仕方ないんですけど、動画とかでもらったやつはなんかね、コレクションみたいな感じにしてます。はい、でじゃあちょっと一旦ばあちゃんたちには退場してもらいましょう。バイバーイ。はい、ということでてっちゃんのを描きたいと思います。てっちゃんおりますかね、おるかなあ、あとね、今日の1位、エジット、なんて読むんですかこれ、エジェット、イッツさん、なんだろう、わかんないんですけど、イッツさんEATS さん、何か書いて欲しい。イーストさん、イーストさん書いた方がいいものあれば教えてください。はい、お願いします。はい、ゆうみさん涙の子パンダおるで、もちろん並んで飾ってます。確かに
そのパンダもいるので6匹ですね。風船のパンダもあるのではい、待って、てっちゃん、てっちゃん おりますか。ごめんなさい、コメント見つけれないからもう一回コメントしてほしいです。うん、お願いします。おはよう。今日って祝日やったのに今来てた。そうですね、8時半なのでも、はあ、やばい、本当にドキドキしてきましたね。待って待って、オッケー。釣り竿誰の、はい、アミノですね。そう、パパとたまに行くんですよ、釣りに。なので置いてます。今日はそう、そうやねん、皆さんがびっくりするであろう予定が入ってるんですよね。本当にまだご紹介になるのはまあもうちょっと先だと思うんですけど、本当にね、びっくりです、びっくりりんって感じのごめんおパンチなんですけど、あ、そう、予定が入ってるんですよね。楽しみにしてください。ちょっと待って、リーストさん、あ、待って、まずてっちゃんがアバターでやって、わかりました。本当にアバターはいつ来るんだろうですね。めっちゃ思いますわ。思いますわよ。よし、かけた。はい、こんな感じです。じゃじゃん。かわいいですね。オッケー。はい。はい、チーズ。ありがとうございます。待って。イーストさんから来てたですかね、皆さん。イーストさん。あ、今日はあくびが出まーす。まあいつもやけど。え、変わってる、コニタンや。じゃあコニタンお願いします。はい、コニタン、コニタンです。昨日の帰りは、昨日の帰りはトワイス帰りの光でいっぱいでした。アミもね、ライブ行ったことあるんですよ。本当に好きでした。はい。コニタン、お書きください。何でも言えよ。はい。そう。あくびはドライ対策だから話しそうなんですよ。あくびはまあやりたくてやるっていうよりも目が乾燥するので、じゃあね、ちょっとイーストさんのもあのアバターだけ書いておきますね。何も反応がなかったんですけど、なんだこれ、耳が生えてる。やばい、めっちゃ間違えた。
できた。開けたよ。はい。一応ね。じゃーん。こんな感じですね。はい。はい、チーズ。ん？ありがとうございます。はい。はい、じゃあコニちゃんのは、あ、宇宙一かわいいやみたいなのお願いしますって分かりました。あ、かわいいやみたいな書けるかな。オッケー、開けちゃった。開けました。じゃーん。こういう感じで、さあと、はい、チーズ、チーズ、チーズ、ありがとうございます。結構可愛く描けましたよね。いい感じですね。いい感じに描けました。そう、あ、トワイス好きだったの初知りです。はい、今も好きです。ずっと、そう、でも最近はライブとか入れてないんですけどね。また行きたいですね。はい、それではね、そろそろ終わりたいと思いますね。はい、じゃあ読みます。13位、継続は力なりさん、ありがとうございます。12位、大見さん、ありがとうございます。11位、まきまきちゃん、ありがとうございます。10位、りょうじさん、ありがとうございます。9位、こじいさん、ありがとうございます。8位、日高浩二さん、ありがとうございます。7位、コスモライトさん、ありがとうございます。6位、まふみさん、ありがとうございます。5位、チャリオさん、ありがとうございます。4位、まさやかさん、ありがとうございます。3位、ジョエルさん、ありがとうございます。2位、イーストさん、ありがとうございます。そして1位は、ドド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 ン。コニタンでした。ありがとうございました。はい、コニタン、ありがとうございます。それではね。最後にもう一度おパンチをかぶって終わりたいと思います。なんかもうネタみたいになってると思うんですけど、まあ、ネタじゃないです。これでも耳が聞こえなくなっちゃうのではい、それでは終わりたいと思いますね。じゃあ明日の公演に向けて頑張ってきます。あとはそう、今日皆さんが驚くであろうことをしないしてくるのでね、楽しみです、めっちゃ。はい、じゃあね、終わります。ありがとうございました。せーの、コニタン、イエーイ。じゃあまた明日皆さん会いましょうね。またねー。